皆様こんにちは。この動画では雑誌ハルメクで通信性エッセイ講座の講師を務めるエッセイストの青木直さんと一緒に参加者から寄せられたエッセイに関する質問やお悩みに答えていきます。青木先生、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。青木先生が編集をなさってあと書きも書かれた本が1月に出たそうですね。はい、あの。 これ私の祖母の本なんですけれども、タイトル老いの身近って申します。でテーマは老いです。その誰にでもやってくる年取るっていうことなんです。けれどもあの決して気が重くなるような内容ではなくて、あの私の祖母はもう30年前に他界しているんですけれども、その祖母が。 年齢にしておよそ40過ぎから75歳ぐらいまでの間その間で書いた、えー、とどこかで老いがテーマになっている随筆を集めたエッセイ集です。でまあ体調時に悪いこともあるし寝ついちゃうこともあるけれどまあまあまずまず息災っていう状態で。 書いていいててるあのエッセイが集められています意外にこれ初め私気が重くなるかなと思ったらそんなことがないのが私にとっては嬉しい驚きで「えー、祖母が晩年楽しくこれから先どうやって生きていこうかな今までどんなことがあったかな友達はどうしてるかな」 どんなあのどんなことがあるかなっていろいろ思い巡らせながらえっ、ー、と生きていこうとしている姿がこの中に描かれています。よろしければどうぞお手に取ってみてご覧くださいませ。<laughs> はい。高田彩さんがあの、はい、描かれた老いその身短くすごく気になります。はい、あのすもうすごく人気でもうすでに重版も。 はい、おかげさまで。いではい、ありがとうございます。はい、ぜひ皆さんもお近くの本屋さんで。はい、はい、手に取ってみてください。綺麗な本ですので。本当に <laughs>。ちょっと飾っておきたくなるような素敵な。はい、デザインの本なので。はい、見てみてください。はい、通信制セイ講座の参加者の質問にお答えするコーナーです。今月もたくさんの質問やお便りをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。 今月は皆さんの関心の高い屈頭点の打ち方について青木先生にお伺いしたいと思います。実は講座の開始以来、屈頭点の打ち方がよく分かりませんっていう質問をたくさんいただいていました。屈頭点の使い方が上達するにはどうしたらいいでしょうか。うん、これ正直私もしましてね、ご質問いただくまで自分でもあまり考えたことがなかったんです。なので。はい もしかしたら、今、違和感なく句読点が打てている方は、あまり深くお考えにならない方がいいのかもしれないというテーマです。ただ、本当に毎回、必ずご質問いただきます。句読点って申しますけれど、句、えー、点と当点に分かれますね。句点は、文章の終わりにつける丸です。でこの丸について。 で、あの使い方に戸惑ってらっしゃる方っていうのはあまり見かけないようなんですね。で,ねでも、もっぱら迷ってらっしゃるのは当点、その文章の途中でつける点ですね。点をどこに打ったらいいのかわからないっていうご質問なんだと思います。で、傾向としてはわからないっておっしゃっている方はどちらかというと多く打ちすぎてしまって。 で文章がププツプツ切れてしまうそんなに打たなくても大丈夫なんだけどいっぱい打っちゃってるっていう方が多いような気がいたします。で特に当店の打ち方で、えー、一番分かりやすいのはご自身がお書きになった文章を分からなくなったら一度声に出して読んでみるっていうこと それで自然に自分が行き過ぎをするところ、その場所に打てば大概それであの安埋のいい場所に打てるっていうことになるのではないかと私は思います。はい、一つあの例文をあのご覧いただいてやってみましょう。あの考えた例文、なるべくあの当点をつけないで一気に、はい。 読んでみますね、はい、大正生まれの祖母から聞いた話によれば昔の冬はとても寒くて手や足にしょっちゅう霜焼けができていたらしいという文です早口言葉みたいな。<laughs> これは私がいい加減に考えた文章なんですけどね、はい、これをごく普通にあの息継ぎをしながら読むとすると大正生まれの祖母から聞いた話によれば 昔の冬はとっても寒くて、手や足にしょっちゅう霜焼けができていたらしい。はい。まこういうふうに行き着いてくれれば。わかりますよね。あ、そうか。はい、とすっと入ってきます。ですよね。はい、で、これにもっと点を入れてしまうと。大正生まれの祖母から聞いた話によれば。昔の冬はとっても寒くて。 手足にしょっちゅう下焼けができていたらしいとらこうしちゃうとちょっと切りすぎなんですよね、はい、その難しい文法の言葉で言えば文節で切ってしまってる、はいるミニマムの部分で切ってしまうと切りすぎなんですよねだからそれをあのもしお書きになっていて どこに点を打ったらわからないっていうことがあったらばまず一番簡単なのは音読してみると、はい、自分の書いた文章が伝わりやすいように音読してみるっていうのが一番簡単だと思います。はい、であのー「当点」はではどんなところで打っているのかっていうのを、はい、まあ多少 分析っていうか考えてみると、はい、一つはま例えば順説がありますし、はい、逆説もありますし、はい、並列とすることもできるんですね。はい、で例えば順説の例で言えばお腹が痛かったので学校を休んだ。はい、これ お腹が痛かったっていうことと学校を休んだってそのままのつながりですねいわゆる次の例で言えば大急ぎで出かけたが間に合わなかったこれ逆説の例ですね、はい、でこの間にやはり点を入れた方がいいでしょうよね。はい、あと並列っていうことも考えられて海も山も空もみんな美しかったと。これみんな一つにまとめちゃうとやはりちょっと。 ね、この海も山も空もみんな美しかったっていうこの気持ちの乗り方を表す当点があるかといいかなっていう例ですね。はい、であとは、まあ、いわゆる副祉的な極の後といわれる大学生の夏ある日とかある時とか先週の日曜日とかいう後につけるっていう。 まあそんなふうに分類しようと思えばまあそれ以外にもあるのかもしれませんしまあこんな具合に分けることはできます。ただうんエッセイを書きになる際にそれ当店の分類をしていても始まらないのでそこはそんなにあのお気になさる必要はないと私は思います。気にするとしたら えーと,とにかく意味の切れ目で息継ぎできる部分でさっき申し上げたみたいにいい頃合いで打つということと、はい、あと書いていると時としてその点の打ちどころで当点の打ちどころで二通りに解釈できてしまう文章っていうのが生じることがあるんですよね。はい そのとっても有名な例,あの例っていうのがあるんですが「はい、ここで履物を脱いでください」っていう例文これは本当によくある有名な例文なんですけど、はいはい、ここでは着物を脱いでくださいなのか、はい、ここで履物を脱いでくださいなのか、はい、当店の打ち所によって意味違っちゃいますよね、はい、何を脱いだらいいのかね、まあ。全く変わってしまいますね。 こういう例が、えーとまあ、これ特殊な文章ではあるわけですけれど、はい、これ以外にも日常で使う文章でも生じてしまうことがあるんですね、はい、でそれもう一つ例を申し上げますと「彼女は楽しそうに遊ぶ子供を見ていた」。 これに「彼女は」のあとで点をつけると「彼女は楽しそうに遊ぶ子供を見ていた」はい「楽しそうなのは遊んでる子供ですね」はい、でそうではなくて「彼女は楽しそうに遊ぶ子供を見ていた」はい、とすると「楽しそうなのは彼女で」で彼女はニコニコしながらどっかで子供が遊んでるのを眺めていたという文章になってしまって。はい えと楽しそうなのは一体誰かという問題がこの点の打ち方で一つで決まってくる、はい、これはよくありそうですねそうなんです、はい、もう一つ例文を出してみましょう、はい、私は大急ぎで学校に行く娘を見送ったこれもさっきの例と同じです私は大急ぎで学校に行く娘を見送ったって言ってる場合は急いでるのは 私です、はい、でそうではなくて私は大急ぎで学校に行く娘を見送ったのだったらば、はい、大急ぎなのはむあの娘、はい、遅刻しそうになってるのは娘で、はい、私は早く行きなさいとかって言ってる立場なわけですよね。はいはい、ですのでこういう風にどこで当点を打つかによって意味が二通りに取れてしまう。はい そういう時は注意をして自分が伝えたいと思う箇所できちんと当点を打つことにしましょうという確かにこの2つだと例文2つともですけれどもどちらも間違いなわけではないのに、うん、情景が全く違うことになってしまうということですね。 よく読めば分かるんだけれどもぱっと見うっかりしてると誤解してしまうっていう文章もあって、はいはい、それもこれも例考えてみましたが「私のふるさとの時として閉鎖的な習慣が」っていうのをまあ考えてみたんですけどね。はいこの 時として閉鎖的な習慣がなんですけれども、その点なしで書いてしまうと。私の故郷の時って読めてしまいません。うん、はい、確かに。パッと四角で見ると、私の故郷の時として閉鎖的な習慣があって読んでしまって。うん。何これって、はい、分からなくなります。1回あの変えますよね。必ず、はい、で。 読者にとってつっかえる「ん何?」って思うっていうことは読書上あんまり嬉しいことではないんですよね。はい、読者は読むっていう作業ではなくて読むことからその想起されるインスピレーションの世界で遊びたいっていうか、はい、その文字を追うことが目的ではないので「はい、何?」はなるべく避けたい。そうですね ことなんですね。これは読書しているとよくあります。<laughs> あの。ですよね。孤独と,というか、間違って読んでしまって、っおって思って、ちょっと戻るんだけど、集中力がもうその。その瞬間冷めちゃう。はい。<laughs> で、はい、その次の例文もそうです。はい。私はその後、家に戻って食事をした。なんですけれど。これどうしても。私はそのごけって読んじゃいません。確かに。読んでしまいますね。 そういうふういふにもう目に目飛び込んでいきますじゃうんですよね、はい、私はその御家に戻って食事したって、はい、何ってなる、はい、なので、えーっとまあ、そういうことのないように、まあ、だからいつも私が申し上げてるその読者目線でって言ってそうは言っても分からないよって思いになるだろうなとは思うんですがうん。うん こういうことのないように当店の場合は特にこういう誤解が生じたり、はい、えっと解釈が二通りにできてしまったりってことがあり得るので、はいはい、そこはえっ、ー、と注意してくださると、うん、いいなって思います。はい。確かにあのまず一番初めにやってみるといい。 その句点の打ち方のコツとしては、はい、まず音読を迷ったら音読をしてみて自然なリズムというか息継ぎのポイントで打つこれがまず第一としてあって、はいはい、で一歩振り返って、えー、離れて客観的に見た時に読者目線で見た時に誤った読み方をあの誘導してしまわないかっていうことですね、うん、です多分この今こうして抜き出して書いていただいて私はその後家に戻って食事をした。 で書く人はそのように思って書いているので、そ,でね、その時は多分気づかれないのがかえって自然だと思います。で,すね、で、後から見直した時にあここ誤検って目に飛び込んでくるなって思って打ってみる、うん、打って、はい、あの誤解がないようにしておくっていうようなちょっと二段階な感じになりそうかなと思います。そうですね。はい、あとはだからもう一つその二通りに複数の解釈が はい、もしかしたらできちゃうかなっていうことは常に注意していないとっていう、はいはい、そこぐらいですかね点を打つ位置によって読み方が変わってしまう意味合いが変わってしまうっていうお話でしたけれども、うん、実際にこうして例に出して教えていただいたことで。 あの皆様もきっとあこういうことが意味や、うん、あの読み方が変わってしまうってことなんだなっていうのがはい。掴まれたんじゃないかなというふうに思います。少しでもお役に立てれば何よりです。はい、あの句読点の打ち方であの迷われた時、あのまたいつもちょっと苦手に思っていてという方、今日のお話参考にしてぜひ書いてみてください。はい、ありがとうございます。はい 青木先生が今月特に印象に残った作品を紹介するコーナーです青木先生、ご紹介よろしくお願いいたします、はい、今月は千葉県の加藤博子さんの新しい家族を選ばせていただきました朗読してご紹介いたします新しい家族加藤博子わしゃいかんよ 母さん一人で行きゃいいに。父はかたくなに言い張った。静岡で暮らす両親を私たち夫婦が住む千葉へ呼び寄せようと決めた。二人とも80歳を過ぎ、体の自由が利かなくなってきたところへ、母が腰を痛めた。もう一刻の猶予もないと物件を探したところ、真向かいのマンションに空きが出た。それも一階だ。 夫は即入居を申し込んだ。母は二つ返事で承諾したが問題は父だった地元に生まれ育って84年引っ越したことさえない父はがんとして首を縦に振らなかった苦肉の策で試しに一月だけという条件で何とか解き伏せたどうやら近所には1週間で帰ってくる と挨拶ししてきたらしい。「南向きのこじんまりした部屋は老夫婦が住むには申し分なく新しく揃えた家電に母は歓喜した。こんな部屋に住みたかったの喜ぶ母と対照的に父の表情は冴えない。引っ越し初日は夕飯を用意して2人を我が家に招いた。 我が家には夫と私、そしてもう一人の家族がいた。玄関で初めて柴犬コロと対峙したとき、父は身をすくめた。か、かまんかね、これは。大丈夫だよ、父さん。コロはおとなしいんだ。夫の言葉に父はおずおずと身をかがめて靴を脱ごうとした。その時 ふわりと父の胸元にコロが身をすり寄せたおお初めて触れる柔らかい毛のぬくもりに父は目を丸くした父と夫は驚くほど似ているコロにすれば大好きなパパそっくりなおじいちゃんが来たのだから気に入らないわけがない夕食の間コロは父の足元に寄り添い いつの間にか父は装甲を崩してコロをなでていたその日から私たちは家族になった夕刻になると向かいのマンションからコロちゃんはいるかねと父がやってくる初めは気を使いいろいろと話しかけていたがすぐに無用だと分かった父はテレビのお相撲を見ながら ひたすらコロ,をなでるのだコロはうっとりと目を閉じて寄り添っていた父の成果はおしょうゆや母と営んだのは製紙工場でどちらも動物の毛はご法度だったコロは生まれて初めてのペットというわけだ一週間で帰るって誰が言ったんだっけ 夫が私に耳打ちして笑う。はい、こういう作品です。はい、ありがとうございます。とっても素敵な作品ですよね。はい、あの読んでても楽しくなりますし、情景が目の前に浮かんでくるようで、はいはい、そのなんとか動物のふわっとしてあったかみ。 何のムクムクとした毛のね。はい、犬がふわっとやってくるっていう。そのお父様がおおっていう。その辺りのね。はい、とてもうまくかけていらっしゃるなっていう風うに思いました。はい、そして、この作品の特徴はあの長くないこと。なんですよね？はい、あのこれだけ？あの書き手。 加藤さん自身ご自身があの場面をあの頭の中で想像できて、それを作品に落とし込んでいるわけです。書いているときくと気持ち良かったに違いないんですね。そうするとどんどん描きたくなるんです。で、どんどん長くなるところなんですけど、それをなさらないで。これあの私計算してみましたけど、およそ950字ぐらい1000字、はい千時かないでまとめてらっしゃるんですね。 そのあたりもきっとこの作品があのうまいっていう思わせる秘訣なんじゃないかなと思います。はいね、本当に温かい感触と笑顔が残る素敵な作品ですねこのお父様の、まあ、義理のお父様この加藤さんにとっては、はい、お義理のお父様なわけですけどこの方のちょっと最初そう固くな,ななところ。はい 馬車いかんみたいな感じの、はい、それもよくわかるなっていう本当に決めの言葉が節々でかっこよくって、うん、その日から私たちは家族になったっていうそうですよね、はい、結びの一部もとても素敵で素敵ですよね、はいはい、やられたって感じです、うん、でこの加藤さんがお書きになっていてあのお父様に何ていうのかな千葉にその出て いらっしゃることででそれでまた一ついいことがあるって、また別の,ねその暮らしの新しい面を動物も一緒の家族っていう新しい環境をあの整えて差し上げることができたっていう喜びがこの行間からあの読み取ることができて直接書かれていないんですけどあのその辺りがお上手だなという気がします。 今総じてあの、うん、ウェブ掲載の作品も作、ねはい、本当そうですね皆さん本当どんどんお上手になっていらっしゃってると思います、はい、ぜひたくさんの人に読んでいただいてはい、はい、いろんなこの温かい気持ちや、はい、ああこういうことあるなっていう共感やいろんな気持ちを味わっていただきたいなと、はいはい、思います。 青木先生ご紹介ありがとうございましたありがとうございました雑誌ハルメクの公式ホームページハルメクウェブでは通信制エッセイ講座の参加者が書いたエッセイから青木先生が選んだ作品を毎月掲載しています今月はこちらの4作品ですこれまでの参加者の作品も読めますのでぜひ一度ご覧になってみてください それでは本日はこれで終了です。今後も月に一度、エッセイに関する質問やお悩みを青木先生に伺っていきたいと思います。どうぞお楽しみに。回数券を使ってたくさんの質問もお待ちしております。それでは本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。